会をやろうと思ってたのでドリンクを欲しいのに忘れようと思って、実はあの皆さんで乾杯ってやって、で長渕剛さんの乾杯をやろうと思ってたのに、自分が肝心の自分がドリンクを持ってくるのを忘れたという感じなんですけど、エアであります。皆さん乾杯の音でよろしいですか？よろしいですか？じゃあエアで。では皆さんご礼に感謝しまして乾杯。というわけで長渕剛さんの乾杯をお届けしたいと思います。ネタを先に言ってしまうというこの失態でいきます。